勝った方は新曲をお披露目できる。けど負けた方はその場をもってアイドル廃業。トップアイドルを決める戦いだもの、それくらいリスクがないとね。決着をつけましょう、寺門2さん。仮にも江戸の頂点に立ったアイドル、逃げたりなんてしないって信じてるわ。